ね、なんか寝たやら寝てないやら、なんか寒かったような、外は 2.5 度まで下がりましたね。もうちょっと寝ます。犬はワンコが外で元気に遊んでます。ああ寒っ。頑張って遊んでるで。さあ、そしたらトライポッド作っていきたいと思います。ちょっとカメラがの電源がちょっと怪しいので GoPro で撮ります。なんでもいいけど。うまいことできたよ。いい感じでしょ。トライポッド。完璧。はいよ。
はい、せっかく山に来て2本の木以上があんねんから、ちょっとロープワークの方していきたいと思います。いや楽しそう、なかなかこんな機会ないからね。シュンダやっていきたいと思います。左利き用左利きやからしょうがない。ボーラインノット、なんでボーラインノットっていうのね、これヒッチやん。ノットヒッチベントってあんねんけど、これどう見てもヒッチやんな。ボーラインヒッチじゃないの。なんでロープ単体で結び方やねんけど、これヒッチやね。からこう入れればボーラインノットよいしょ。まあ強力なノットです。でこれでこっちの木は OK ね。今この状態、これ離すとこうこうこうね。でこれを、ピンと張りたいからこの状態で固定したいのね。そしたらこれでラウンドターン2ハーフヒッチ。ここに輪っかができたので、よいしょ。ここに通す。通してから引くと。テンションめっちゃかかるから、ほら、でも離すと取れるので、もうこれは強い。ここでトートラインヒッチ、自在に調整が効くっていうわけで、引っ張る引っ張る、引っ張る引っ張る、よいしょ。あ、勝った。もうこれ以上多分無理。よいしょ、よいしょ。よいしょ。お、だいぶ強くなったね。だいぶ強い。おお、強い強い。トラッカーズヒッチね。よいしょ。そしたら次はフィッシャーマンズベント。こういってこの中に入れる。こう
こうね、で下から行ってよいしょ、なんかこうコブが2つ、もうちょっと美しくよいしょ、でこう2つコブになったからここをじーっと、おい、フィッシャーマンズベント、これで輪っかができたね。次ダブルフィッシャーマンズベント、同じ回してきて2回回して、ここが結び目、1回2回回してきて、ちっちゃいからやりにくいな、ここに入れる、こうコブが2つになったよね、よ、はい、次はで下から2回巻いたら、巻いたここに入れる、じゃあコブが2つ2つになったよね、こっちの方が硬いノットになります。いいよ、これがシングル、あ、これがダブル、こっちがシングル、こんな感じでね、よし、ではさっきの針つなぎプルジック作っていきます。1回、2回、3回、よっ、よいしょっと、これでプルージック、よいしょ、よいしょ、よいしょ、プルージックできた。あ、もう面倒くさいな。1、2、3回巻いて、よいしょ、よいしょ、はい、こんな感じ、フル軸、これやったらすごく便利だよね、動くけどここを持つと動かない、素晴らしい、動くけど動くけど動かない、よし、で2つ作りました、いいね、Aフレーム、ピンと貼れました、素晴らしい、上からかけるだけでもいいけどね、でもそれやったら止まらへんからピンと貼れないのね、だからプルジックで引っ張っても抜けないのと、こっちも抜けない、よいしょ、トラッカーズヒッチのプルジック、あとは下固定すれば A フレームテントに完成、いい感じだね、よいしょ、こんな感じやな、よし、 OK、今日は貼りませんけどね一応実験的にやってみました、もう一つやりたいね、でもだいたい高さ2メーターぐらいのところにボライノットで、上はボライノットでプルージック、下はトートラインヒッチのプルージックで、ダイヤモンド、
はい、これでシェルターになります。よいしょ、こんな感じかな。はい、以上ロープワークでした。まったりしてもな、つらみんななんか行き倒れてはんで大丈夫かいな。よいしょ。はい、お昼はねもう簡単にご飯と黒船でお肉。うわ、またすごい肉やろこれ。なんかキャンプ来る時に栄養を取ってるって感じかな。お肉焼きたいと思います。クロスパイスでお肉を焼きます。おお、素晴らしい。いい、うわ溶ける。いいねいいね。わっ、わっ、ワンコが、ワンズが、よっ、近寄ってきた。口の中で溶ける。今頃になってなんなんですけど、実は椅子を持ってきてるのね。ロゴスのラップドチェア、一回出してみたいと思います。育てていくといい草になってくるね。色も一番最初に作ったやつ、ええ感じになってきた。飴色になってきた。絵がいいね、最高。LED なしの方がいいんじゃん。映らへんか、それやったら。な。寝とるけど。はい、それではね、夜は鍋にしたいと思います。
いつもニラもやし、1人前やったらこれで十分なんだって。水辺の素、あとは待つだけ。せっかく買ってきたのにパルメザンチーズ忘れた。ただの ゆでた豆しか食われへんぞ。よいしょ。よいしょ。パルメザンチーズ忘れた。はい、豆が茹で上がりました。お鍋の方はわもうちょいやな。本当はここにパルメザンチーズをかけてそのまま皮のまま食べたら美味しいらしいねんけど、 ないので味付けないから黒瀬スパイスで食べたいと思います。どんな味するかね、失敗したら嫌やからこうやって食べ、いただきます。うまいぞ。うまいうまい。いける。美味しい。これめっちゃ美味しい。それではお鍋蓋オープン。うまそう。やば。最後のキャンプファイヤー、熱っ。はい、よいしょ。はい、幕内に灯りました。よいしょ、よいしょ。何時だろう。9時4分。はい、おはようございます。お、寒いな。さあ何度まで下がったやろ。5度。さあ最終日、帰りたいと思います。片付けなあかんな。だいぶ片付いてきました。はあ、中はもうあとは外だけ。はあ、いや朝から重労働でんな。まあ荷物少ないけどね、あんだけやもんだって。あんだけ少なかったらだいぶ楽。
積み込み完了です。いやなかなか撤収は早かったね。よし、それではそれでは帰りたいと思います。いやお疲れ様でした。